じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか？急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない。そっちがすぐに来れば。了解、あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい、やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。わかった、通りまで行ってみよう。飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ大丈夫？よかったら俺らが女の子を送ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ、タワマンの30階。おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。おい、おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕がおさむくんでーす。どけ、俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだおっさん。トラブル発生、車はまだか？到着まで3分。何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあお嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。Ugh.
よせ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 、俺の車！マジかよ。誰に手出したか分かってんのか。ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなたマルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナってあの有名な商社か。どうしてそれを。去年祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた荻窪幹事長のお孫さん。ええ。これはとんでもないこと、申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので、初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いやいやいや、僕らもたまたまです。本当に何とお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ。はあ、ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより今はもっと大事なことが。ん？お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。
迎えをよこさなくとってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事で不甲斐、女とか火を殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。舐めるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。ええ、いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何。あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。今日もご精が出ますね。
桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ。荻窪豊の孫娘んとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺稔ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが、急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とはお互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。はあ、ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。